今日は iPhone を使って動画の編集をやりたいと思います。使うアプリは iMovie です。これですね。これをタップ。新しいプロジェクトを立ち上げるのはこのプラスのボタンですね。オリジナルのムービーを作りますので、ムービーをタップします。作成ですね。iMovie は iPhone を横にして使うことができます。こんな感じです。あらかじめ撮影した動画をここから挿入いたします。こちらではビデオと写真とオーディオを挿入できるようになっています。最初は挿入したい動画を選択します。今日は子供と海に行った時の動画を編集してみたいと思います。入れたい動画をタップするとこのような選択画面が出てきます。この一番左側をタップすると動画がタイムライン上に挿入されます。もう一つ動画を入れたいと思います。続けて動画が挿入されました。右端には挿入した動画の合計秒数が表示されます。そして選択すると選択された動画の秒数がここに表示されます。動画と動画の間にこのようなボタンがあります。選択すると 1.0 秒になっています。これはクロスリゾルブと言いまして、1秒間でフェードイン、フェードアウト、動画が入れ替わるようになっています。このクロスリゾルブのボタンを2回タップすると下にクロスリゾルブの種類が選択できるようになっています。効果をなしにすることもできますし、効果をいろいろ変えることもできます。クロスリゾルブの秒数を今 0.5 秒になってますが、ここを1回タップすると 0.5 秒、1.0 秒、1.5 秒、2秒、2.0 秒の中から選択できるようになっています。今回は 1.0 秒にしたいと思います。再生します。これがクロスリゾルブです。もう一種類ちょっとやってみたいと思います。これが自然な感じのクロスリゾルブになっていると思います。動画を挿入した後トリミングしたい場合ですね、最初の方をちょっとトリミングしてみたいと思います。まず動画をクリックします。そして左側の色の変わったところ、色の変わったところを動かします。指で動かします。するとトリミングができるようになってます。じゃあ反対側もタップした後トリミングしてみたいと思います。画面の上側に秒数が表示されて秒数が減っていくのがわかると思います。何秒トリミングしたいかっていうのがこれで表示させながらできると思います。でさらにこの中間あたりで動画をカットしたい場合ですね、カットしたいところに合わせて動画を選択した状態でこの線のところを上から下にするとこのようにカットされます。クロスリゾルブが今設定されてない状態なので、
標準のクロスリゾルブにしておきます。そしてこの間をちょっとトリミングします。1回のコマはあまり長くならないように編集すると飽きのこない動画になると思います。それでは今度これに BGM を入れてみたいと思います。 BGM もこちらで挿入します。オーディオというところですね。そして今回は iMovie に標準でついてきております。音楽をちょっと入れてみたいと思います。ちょっと再生してみます。じゃあこれを挿入します。1分01秒ですね。じゃあちょっと再生してみたいと思います。再生ボタンを押します。ちょっと環境音が大きいので音を海の音をですねちょっと小さくしたいと思います。小さくしたい動画の音ですね、これを2回タップします。すると下の方にオーディオの音量のメモリが出てきますので、これをちょっと小さくします。若干小さくして再生してみたいと思います。最後がですね、プツッとこう切れたような感じになりますので、最初と最後だけフェードインフェードアウト、画面と音楽がフェードアウトするような設定をしてみたいと思います。右側の上から2番目のこの歯車のボタンをタップします。すると下から2番目に、クロエフェードアウトっていうのがあります。これを右側にフェードインの時も黒からフェードインにしたいと思います。これで完了ですね。最初から再生してみたいと思います。フェードアウトできました。で、動画の持ってる音量の調整は最初の動画しかやってなかったので、2番目の動画もちょっとやっておきたいと思います。3番目の動画も音量をちょっと下げておきます。こちらも最後の動画も音量を下げておきます。さあ最後にこちらにナレーションを入れてみたいと思います。ナレーションは左上の上から2番目のマイクの絵がついているボタンをタップします。するとこんな感じで録音の準備ができましたという表示が現れて、音量のレベルのメーターが出てきます。できるだけマイクに近づけるようにしてマイクに向かって話をしたいと思います。ちょっとやってみます。録音のボタンをタップします。はい、今日は焼津にあります和田浜海岸に来ております。とても波が穏やかで気持ちいい海岸でした。それではまた来てみたいと思います。停止ですね。やり直したい場合は再録音で、確認したい場合は確認、そして決定は決定ボタンですけども、ちょっと確認してみましょう。焼津にあります和田浜海岸に来ております。とても
ても波が穏やかで気持ちいい海岸でした。それではまた来てみたいと思います。じゃあこれで決定したいと思います。これで決定ですね。ちょっと音楽の音が大きいような気がしますので、音楽の音をちょっと下げたいと思います。ちょっと下げますね。そしてこれでもう一度最初から再生してみたいと思います。はい、今日は焼津にあります和田浜海岸に来ております。とても波が穏やかで気持ちいい海岸でした。それではまた来てみたいと思います。はい、出来上がりました。今日はサンプルなのでね、また面白い動画ができればと思います。できましたら今度はこれを、書き出しの作業をしたいと思います。書き出しっていうのは一つのファイルにして YouTube にね送るための準備をいたします。このボタンをタップします。はい、今回は、カメラロールにですね一つのファイルとして書き出したいと思いますので、ビデオを保存というボタンをタップします。で、書き出しサイズなんですけれども、今回は一番大きい HD の 1080p のサイズ、ピクセル 1080ピクセルですね。こちらを選択します。ムービーを書き出し中、これは一つの動画ファイルとして書き出しています。はい、カメラロールに書き出されました。で、 OK をします。それでは今作った動画を再生してみたいと思います。はい、今日は焼津にあります和田浜海岸に来ております。とても波が穏やかで気持ちいい海岸でした。それではまた来てみたいと思います。はい、できました。